解体業は松本清張の短編小説。日本1958年2月号に掲載1959年2月に短編集危険な斜面収録の一編として東京草原社より刊行された。1959年1988年にテレビドラマ化されている。会社の金を持ち出した森村隆は西池久美子と博多行きの特急。 幸風に乗り、一路九州へと向かった。死に場所を求めての旅だった。これまで惨めな境遇で生きてきた高志と久美子は、生きていても仕方がない。死ぬより他にとがないように思えた。が、せめて死ぬ直前に一度贅沢をしてみたかった。どうせ死ぬのだから、恐れるものは何もない。列車は、熱海駅に到着した。斜め向こうの席に、中年の紳士とつまらしい人が座った。 夫は落ち着いてパイプを加え、妻は穏やかな上品さを叩いていた。その夫婦は生活も十分安定して幸福そうに見えた。羨ましいほどの落ち着きぶりであった。しばらく目を引かれていた高しは一瞬、久美子との間に妙な距離を感じた。なぜかわからないが、向かいの夫婦に影響されたような気がした。闇の中にいるような高しの気持ちが、 少しずつ変わり始める。1959年10月22日、日本テレビ系列の木曜ワイドアワー枠にて放映。1988年9月19日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の月曜サスペンス枠にて放映。銀行の金を解体した主人公が大阪港からフェリーに乗り、韓国、富山に向かう設定。 2021年1月7日、テレビ朝日系列のドラマスペシャルとして放映。松本清張の黒川の手帳の続編としてアレンジされたドラマとなっている。ありがとうございます。